皆様、進行方向正面をご覧ください。墨の倉良医の偉業を称える石碑が見えてまいりました。墨の倉良医は高瀬川運河を開いた人物で、今からおよそ390年前の慶長18年、伏見南浜から京都二条まで水路を伸ばすことに成功しました。この大事業によって伏見と京都が結ばれ、多くの人々や各地の産物が集まるようになったことから、伏見は京都の南の玄関口としてさらに発展、商業都市として繁栄することになりました。